ろ紙を4つに折って中を開きます。ろ過を早く行いたい場合はろ紙をひだ折りにします。ろ紙をろうとに入れ、水で濡らしてろうとにつけます。ろうと台にビーカーを乗せ、ろうとを置きます。ろうとの先をビーカーの内側の側面につけます。ろ過したい液体をガラス棒に伝わせてろうとに注ぎます。ビーカーの底に残った物質はろ過した液を加えて同様に流し出します。ろ紙を広げると固体はこのようについています。